はい、皆さんこんにちは。ワンダリングリフィッシュです。今回はハーツオブアイアン4イタリアプレイ続きをやっていきたいと思います。前回前々回とですね、イタリア海軍最後の艦隊、こちらがイギリス海軍との海戦の結果壊滅に追い込まれたという状況をお伝えしたかと思います。じゃあ今のイタリア海軍の状況ってどうなってるのっていうところなんですが、ご覧の通りです。唯一残されていた第一艦隊に関してはご覧の通り、戦艦1隻、従順が1隻、従順が2隻ですね。というわけで、戦艦1隻とあと駆逐艦も、15、6隻ね、いたこのイタリア最後の艦隊第一艦隊に関してはご覧の通り壊滅しました。この状況を受けてですね、イタリア半島近辺の制海権を完全に失った結果、続々と連合国軍がイタリア半島に上陸作戦を決行してきているという、かなり追い込まれている状況になっています。一方ソ連の方はですね、北からイタリア領土を侵食しつつありという状況で、じゃあドイツを支援していた部隊、これを戻そうということで急ぎイタリアの方に戻している最中なんですが、それよりも早くソ連に侵攻を受けて、戻るに戻れないという状況になっています。とはいえ戻るような動き作戦はしているんですが、今現時点ではドイツ支援軍こちらの方がまだイタリアの方に帰還できていないという状況になっています。で、もう少し話を広げていくと、アフリカ戦線ですね、こちらの方もほぼほぼソビエトあるいはイギリスに奪われてしまっています。で、今はですね、このアフリカからも部隊を撤退させようとしていたんですが、すでにスエズ運河、ここをソビエトに奪われてしまった結果、イタリア本島というか、イタリア本土へ兵を戻す術がなくなってしまったという状況で、今エチオピア付近でアフリカ遠征軍に関しては立ち往生中という状況です。これらの状況を踏まえて現在の国家方針である核開発なんですが、原子炉完成またと4日、でさらに原子炉が完成した後、こちらの核を開発するまでに499日、1年半プラスでかかるという状況を鑑みてですね、なんとか1年半核の開発、核爆弾を実装、核武装できるまで、ローマを疾患しないように持ちこたえたいなというのが今の作戦になります。ローマがね、疾患してしまったらもうおとなしく降伏をして、イタリア国民をね、苦しませないようにしたいなという思いもありますので、なんとかローマを失わないように、頑張っていきたいなというふうに思っています。で、もう今となってはですね、ギリシャにいる部隊もうはっきり言ってギリシャを守る意味はあまりもうなくなりましたので、ご覧の通りギリシャ駐留軍に関しても急ぎ戻す動きをしています。なのでなんとかね、急いでローマまで帰還をしてもらいたいなという思いですね。ソビエト撃退軍に関しても一刻も早く帰還、アフリカ解放軍に関してはなんとかね、イタリア本土に生きて戻ってきてほしい、そういう思いですね。では引き続きプレーの方していきましょう。もうことごとくね、領土を失いつつあるんですが、ローマを失わずに、なんとか、残りの期間ね、生き残っていければいいかなというところですね。あと1年半、核武装できるまでの1年半、持ちこたえていきましょう。では続きをプレイしていきます。
まあ、ローマを出還するわけにはいかないので、ローマを守りたいところではあるんですけどね、まあ、イギリスとの国境を守っている部隊もどうしてもこれも引き上げられないですからね。イギリスとの国境をね、まあ、警備を薄めてしまうと、そこから一気にイギリス軍がなだれ込んでくるのは必定ですからね。かといって北からはソ連軍も迫ってきてるし、今はもう一刻も早く各部隊がイタリア本土に撤収してくれることを祈りましょう。アメリカ軍もナポリに進駐してきてるな。このアメリカ軍の部隊とかもね、早々にお引き取り願いたいんだけどな。まあもうここまで来たら本当に核開発が終わるのをね、見届けるしかないんですが、ここはアメリカ軍の空母が来てるね。いやー、これ本当に日本帝国軍の最後の状況に酷似してると言ってもいいかなっていうね、そんな悲しい状況になりつつありますけど、今はもう一刻も早くイタリア本土に各部隊を戻しましょう。ローマを何としても守らないといけないと言ってるところで、このイタリア本土防衛軍が逆に孤立されたか、ソ連が上から進駐してきましたね。原子炉がついに完成したので、核開発急ぎましょう。495日、一刻も早く核の開発を終わらせねば。とにかくローマを守りましょう。本当にアフリカにいる部隊が戻せないのかっていうところだなぁとは。アフリカにいるね、アフリカ遠征軍が戻ってこれるってことになると、だいぶ戦力的にもね、正直言って助かるんですけどね。このままここに残してても壊滅するのを待つだけですからね。なんとか戻ってきてほしいけど。
ハンガリーが降伏したか。とりあえずナポリを奪還したいな。まずは部隊の帰還を最優先にしましょう。で、ナポリを奪還して、ナポリから米兵を駆逐しましょう。ドイツが降伏したか、ついに。いやー、ドイツもいなくなったか、厳しいな。かつてない厳しい状況になってますね。ねえ、この厳しい状況があるとは言いつつ、この厳しい状況もあと2年半どうしても乗り切らなければいけないというのもあるので、そのために、打てる手が何があるかというと、とにかくローマを守るっていう意味では、やっぱり部隊の引き上げが最優先なんですよね。なんで部隊を引き上げていきましょう。バックスアメリカーナ、これは何だ？他の大陸の紛争を見て、フランクリン・デラーノ、ルーズベルトは、これ大統領ですね、自国での平和を維持することを目的とした新しい外交政策プログラムを発表しました。これって本当にあったんですかね？ちょっと勉強不足で申し訳ないんですが、隣国に脅威を感じるであろうとき、アメリカ大陸のどんな政府もアメリカ合衆国に軍事的保護を要請することができます。アメリカはもう今となっては結構余裕が出てきてるんじゃないかとすら思いますからね。やっぱ海軍がね、消滅したのは痛いですよね。海軍さえ残っててくれれば、ここまでイタリア半島の防衛に苦戦することはなかったんじゃないかなとも思うんですが、今となってはこのイタリア半島の防衛、ローマを防衛するのもままならない状態だからな。いやー、飛行機も配備できないし、どうしたものか。あとは、アフリカ遠征軍が戻ってこれるかどうかっていうのもね、一つ大きなポイントなんだけど、戻ってこれる気配がないからな。ソ連、そしてイギリスに侵食を食らっていて、かつやっぱりスエズ運河を失ったのがでかすぎる。スエズを失ってるとなると、どうにもならないかな。いや、タイとのゴムの貿易も無理になったでしょ。で、フランス領はソマリランドに飛行機飛ばす意味はもはやないので、こんな無駄なことはやめましょう。となると、やっぱりイタリア本土に集中しましょう。なんとかね、突破してきてほしいな。このイギリス本土防衛軍がなんとかソ連包囲網を突破してローマに帰還してきてほしいけど、
まずはナポリの奪還作戦を再度決行しましょう。フィレンツェが危なくなってきてるな。各部隊、なんとか生きて戻ってきてくれ。まだ玉砕するところじゃないですからね。ナポリの戦いも厳しい状況になってるな。もうこれ完全に兵を引くタイミングがまずかったかなっていうとこですね。いやー、厳しい戦いだな。イギリス海軍は充実してますね。航空母艦1、2、さらに戦艦。この艦隊相手に戦ってたんだな、イタリア海軍は。これは勝ち目ないよな。クーバーはおろか、戦艦すらまともに作れなかったイタリア海軍なんで。イタリア本土防衛軍がついに壊滅したな。アフリカ解放軍も壊滅の危機。ギリシャ駐留軍も危ない。なんとか早く本土に戻ってきてほしかったんだけどな。戻ってこれずに終わってしまいそうだな。さて、とはいえ原子爆弾の開発まで447日、あと1年と100日、なんとか持たせたいけど、そのためには、大至急の大至急で戻ってきてもらわなきゃいけないんだけどな。これこの港に戻ってくるって、あ、できるな。港に直接戻ってきてもらうっていう方が早いな。そうなるとこの輸送に最後の艦隊を投入しましょう。このアドリア海に全ての海軍戦力を投入しましょう。全ての海軍戦力を投入するとかっていうとね、あれですけど、もう残された少ない艦船を全てこのアドリア海の制海権の奪取に全力を尽くしましょう。で、急いで戻す。なんとか一つでも多くの部隊が戻ってきてくれれば。よし、何個かの部隊がイタリア本土に戻ってきてくれれば、北から侵入してくるソ連軍に備えることができますね。
ユーゴも降伏。さあ、ここからも防衛戦に徹しなきゃいけない場面なので、防衛戦に徹していきましょう。まずはギリシャ駐留南軍を本土に戻してきた部隊から順に、これはソ連との国境、北から侵攻してくるソ連軍に備えましょう。で、南から侵攻してくる部隊には、駐留北軍を当てていきたいんだけど、駐留北軍はまだ完全に帰還が終わってないな。よし、帰還が終わった部隊から順に配備していきましょう。危ない。まあ、勝利って言っても何も起きてないからな、この戦い。まあ、うちの航空隊が10機出て、敵の艦隊、連合艦隊ですね、これ。しかもアメリカ、イギリス、それに自由カナダかな、これは。含めた艦隊相手に戦ったよってなってますけど。さあ、早く戻ってこい。アフリカ解放軍も頑張って戻ってきてはいるの すげえ頑張って戻ってきてるわ。違う、これアフリカ解放軍がに編入したけど届かなかった部隊たちかな。まあ、でもいずれにしてもね、一団でも多く戻ってきてほしいっていう思いに変わりはないですからね。ソ連軍、イギリス軍、止められないな、ここが。北から迫ってきてるのは、フランス、イギリスが迫ってきてんだな。まあ、今だとソビエトっていうよりか、イギリス軍がローマにかなり迫ってきてますね。絶対防衛ラインと言ってもいい。リボルのあたり、失陥すると危ないね。フィレンツェが落ちた時点で、ローマが目と鼻の先にはなってしまってるんで、これ以上は撤退できないぞ。もうローマが危ない。本当にローマが危ないですね。どうするかなぁ。そしたらナポリにいる部隊をローマの防衛に回しましょう。いつも後手後手に回ってひどい目に遭ってきたんで、今回はそうならないようにしましょ
ナポリに対しては2師団で防衛に当たって、ナポリの、奪還作戦に当たっていたこの5つの師団をローマの防衛に回します。さあ、急がれる核開発まで423日。いやー、じりじりとにじり寄ってくるな。危ないぞ、本当にローマが。どうする？仕方がない。南を守っていた部隊もローマへ急いで急行させましょう。このままだとローマが失陥する。それは絶対に避けなきゃいけないので、ローマを失陥しないように軍を北へ差し向けましょう。いやー、じりじりとローマに本当に敵兵が迫ってるな。アンツィオン放棄してもいいからローマの防衛だな。いやー、ナポリからアメリカ軍も侵攻してくる可能性はあるけどな。ローマの防衛が絶対条件だからな。ちなみにですね、今残ってる枢軸国側で言うと、誰が残ってるんだろう。誰がっていうとあれだけど、枢軸国だと、でもまだ頑張っては、エチオピアとかもう終わってるしな。ユーゴ、トルコ、ドイツ、ハンガリー、ルーマニア、この辺り、スペインとかも含めて滅んでるからな。帝国軍ぐらいかな、まだ残ってるってなると。うわー、ローマが危ないな。本当に今ローマ市街地戦になってますね。エチオピアが降伏。エチオピアってどうなってんだ今。イギリスに全部取られたと言っていいな。いやー、核開発完了できなかったか。いやー、悔しいな。敗因といえばドイツが早すぎるよな、ソ連にやられるのが。もうちょっと粘ってくれればね、違ったかなって感じもしたんですけどね。残された数少ない手段がローマの防衛に当たってくれてるけど、もう このカシャリの戦いではイタリア最後の艦隊の残り部隊が敵の駆逐艦隊を発見して迎撃してくれたっていう話だな。
なんとかローマで踏ん張ってくれてるね。ローマに13師団出してるからな。この13師団で持ちこたえてもらうしかない。はい。というわけで、時間が30分ぐらいですね、経ちましたので、今回はここまでにして、次回この続き、あと400日かな？ちょっと見ましょう。核開発まで409日、なんとかローマも守りきりたいなという思いなんですが、厳しい状況に変わりはありません。なんとかあと400日、頑張りましょう。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。